ゃあその今後の動画企画みたいなのを、ね、話し合ってるのもちょっと皆さんに裏側見てもらおうかな、はい、動画で何をやるか決めるみたいな、そう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 、わかりました、お願いします、はい、僕らの別荘今後の方針さあということで、いやフラメンコの拍手俺俺って俺が言わなきゃいけなくなるだろう。俺詐欺してないよ俺2回言ったからってそんなんで疑いしたら全員捕まっちゃうな、俺はメガ検察官だから、メガ検察官、うん、警察じゃなくてメガ検察官、検察の方なんだから、うん、捕まえたいんだよ、捕まえたくて、ヒーローに憧れたのかな、わかんないけど、クリューって言ったじゃあそうだ、じゃあ天宮って言ったラスタカコ演じるいいんだよそのことは動画の今後の方針をちょっと、まあ、皆さんにも見てもらう形でね、うんうん、ちょっとこう素の自分たちみたいなのもちょっとまだ見せれてないじゃないですか、別に今動画いっぱいあるんだからいいじゃないですか、うん、心差し低くびっくりした、別に24まで動画楽しかったら仲間に一人心差し低い人がいた俺らはさ俺ららしくてよくないいや違う今後の動画の方針をちょっと皆さんとね話し合っていきたいなと、ああ今すぐたいな、行くいたいな、行くいたいな、行くいなあきこみたいな、行くいなあきこみたいな、行くたいな、じゃあちょっとそんなので止め出したらもう終わんないぜ、ハワイの島、ちょっとハワイの島あるけど、そういうのそういうのってあるのかな、わかんないよ、なんかあるワイワイキキ、ワイワイナトーみたいな、ワイナイの地形だよ、足速いやつ、足速いやね、赤坂ミニマラソンの話だね、心臓やる、団長が最初にダッシュするな、そうそうそう、それで終わりじゃないんだよ、はい、もういい、その話は。だから今後の方針みたいな、どういうのを上げたいんですか、皆さんは、正直、YouTube。まあ、できれば AV。できねえよできればね。できれば。全裸監督に影響されたか知らんけど。マッチョのディープフェイク。俺のディープフェイク。いろんな人が俺になってる、誰が見たいの俺のディープフェイクを、ディープフェイクがそもそもいいもんじゃないからね、女性側、うん、女性側、ね、合法でしょ、本人がいいって言われる、それは別に悪いことじゃない、うん、まあ、本人がいいって言ったらいいですけど、術が、うん、誰がマジのディープフェイクにいたいんですか、マジで俺 YouTube 初のエロ動画で、ね、エロ動画で YouTube 初のエロ動画、 YouTube はそういうのなしでやってんだから、あ、そうかそうか、できないですよ、そんな子供向けではない、ね、いや、いけるじゃないよ、そんなチェック甘くないよ、YouTube は、そうなんだ、そっかそっか、違う違う、だから、じゃあ、まあ、こんなの見せ、今までこうどんな YouTube 見てきたのかとかね、うん、で、それでこう、あ、こういうの見てきたか、こういうのやりたいとか、やっぱあるじゃないですか、そういうの、うん、そういうのでもいいですけどね、俺はね、なんかね、こう、あの、なんか面白い、なんかね、結構長い、1時間前の動画が、うん、画面の中の左下にずっと映ってる、違法アップロードだよ、それ周りもドラえもんがある違法アップロードだよ、それあ、そんな声を大にして言うことじゃない、ダメですからね、違法アップロードは。で、違う違う違う、俺はその中で別にホームビデオ流れてたから、そんなやついねえよ。違法アップロードじゃない、俺が見たら違うよ。ドラえもんがやる時点でも違法だろ。いくらホームビデオだって、ドラえもんがいた時点でもアウトだろ。俺はドラえもん見たくてそれ見てるけど。すげえよ。ドラえもん邪魔なんだよ。テレビ朝日を見ろ、そういう人。ドラえもん見たくて。ロビー家の家以外でありえないから、それのホームビデオはガチの絶対権利を貸してるんだから、その時点でそんなの声を出したことじゃないから、見てないでしょ、本当はね、違法アップロードも見てないよ、もちろん見てない、もちろん見てないし、あげるのもダメですからね、当たり前の話ですけど、そんなの、そうかそうか、うん、だから、いや、そんな、まあ、そんなの以外見てるでしょ、いろいろ、それこそ YouTuber とか、俺はでも、あの、うん、犬猫の動画、はいはいはい、あ、いいよね、の、あ、面白い、コメント欄にある、うん、そのなんか、犬とか猫とかの気持ちを勝手に代弁してる人のコメントをよく見る、してる、まあ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 、でもそのコメント欄も含めてっていうのが YouTube の良さでもあるからね、確かに。うん、まあまあ確かにいいかもしれない、動物とかどうですか、確かに動物、動物とかと一緒にこう、それこそ我々のこと、いや、もう大きくカタカナで人って扱ってないよ、ディストピア君ユートピアの逆言うんだよ、人間を、そう、人間をそうしてみて、違う違う、そんな、そんな思想の強さ出してないでしょ、伊藤計画か、でしょ、もっと柔らかいこと言ってるから伊藤計画、お前伊藤計画の作品か、いや違う違う、伊藤計画を知らないことも恥ずかしいとは思わないもはや計画って自分むずいぞ、むずい、知らないけど、伊藤計画が何かは知らないけど、それは恥ずかしいとも思いません、あ、そうですか、はい、そのだから確かにいいかもしれない、動物、それこそ猫カフェ行くとかさ、あ、人カフェとかあったら行きたい、人カフェ、人
人がいる。怖っ。人がいてな、人が働いてるって。人カフェとかあったら、スターバックス、ベローチェ、ドトールのこと。もしかしてだけど、あれ人カフェか、うん、あれ人カフェか。あ、じゃあ、え、そこ行ったら人見ながらお茶できるの？うわ、めっちゃいいじゃん。違う、あんのよ、別にあんのとかでもないんだよな。あんのよとかでもねえんだよ。そんな発想がねえから、なぜなら人カフェ行きたいわ、うん、あるんだよ、別にそこに人カフェすぐそこにあるよ、そんなの。来てえな。でもあれあるかな、こうやってチョコクロ取る人カフェ行きたいわ。まあ、サンマルクカフェってのがあるよ。カウンター挟んで。あるんだ。サンマルクカフェって言うんだよ。そうなの。いや、別に人カフェとかじゃないんだけどね、別に。そういう、まあ、当たり前だから、人がいることが。なんか買ったコーヒーに落書きしてくれる人カフェとかないの？スターバックスってのがあるよ。あるの？うん、いやいや、ないんだけどね。人カフェは。さすがにこれあったらマジ絶対行くんだけど、うん、貸し会議室とかある人カフェって言ってんだよ。あーべーやー。コーヒーセーブあるけど、あるけど、ルノワールで。あー、そっちだ。ルノワールで。ルノワールの看板が回ってんの見えたのよ、頭の中で。ルノワールごめん、コーヒーセーブだ。コーヒーセーブだ。あるけど、あるけどね。貸し会議室が3階にあるとこ。あるね。あるけどね。東京来た時はぜひ。じゃないんだよ。カフェの話じゃないから。そもそもずれてんの、どんどんスライドスライドしちゃってるから。逆にどんな動画だったの？そうだよ、なんか、うん、そうだよ。いや、ちょっと、これはいいね、別に。なんか良いことないでしょ、みんなでやってる。お前がやりたいんだよ。言えよ、言えよ。いや、俺がやりたいのは、だから、もう撮ってるでしょ、その。みんなのベスト3とか、うん、YouTube でよくあるやつを、まあ、やってみたいなと思ったら、うん、みんなが全然それてそれてやるから、じゃあみんなに聞いてみようってやって、なんか僕の話はいいんですよ、一回。ちょっと歌ってみた。いや、いけるわけないでしょ。ちょっと歌ってみた。いや、別にその。いずれ始球式とかあるかもしれないし。別荘で。別荘。え、別荘メンバーで始球式呼ばれるってこと？ボールをつなげる。投げるやつは一人だ。ボールをつなげるし、あの、4台のリリーフカーで飛ぶ。いや、1台に4人乗れる。ワイルドスピードで。ギーン、ギーンじゃないよ。ワイルドスピードの最後みたいに回線する。横浜スタジアムで、多分。乗るのは車。ゴー。つまぶき。つまぶき。東京です。スリーバックですか。ゴー。見ちゃねえけどよ、そんなの。俺ドウェイン・ジョンソンやる。ロック、ロック。ロック。ロック。うん。ロックじゃない、その。デッセイさん、聞いたっけ、今。お前なんか人壁とか。動物でしょ。動物か。あ、二人まだ聞いてないよ、その。じゃあ俺国歌歌ってるだって。ちゃんと聞けよ、人の話。そんなの乗せれる？国歌歌ってみたって乗せれるか。大丈夫か。別に何も問題ない。あ、そうかそうか。国歌乗せてみたね。まあまあまあ。これただ人の国歌を乗せたいわけじゃない。それこそだってそんなさっきの違法アップになるわ。それは国歌の一手が。その動画の脇にドラえもん。ドラえもん。ドラえもんはダメだよ。手におかしてるから。ドラえもんはダメだよ。国歌を歌ってる人が警部の知り合いだったら行けるの。別に許可取って乗せていい。一回に国歌流れて、ドラえもん、ドラえもん飛ばすなよ。なんでドラえもんすぐ飛ばすんだよ。国歌歌ってみたとかをやりたいの。まあまあまあ、ちょっとそれはどうかと思いますけど、まあまあいいわ、個人の意見だから。じゃあテッセイさんどうですか。何がある？本当にね。もうね。脳みそが終わっちゃってるんだよ、でも。今、全然トレインスポッティングになってるじゃん。細さの服。トレインスポッティングじゃない？トレインスポッティング急にトレインスポッティングになっちゃったんだよ。確かに、ポーズもそうだな。本当に。終わってるさ。みんなしんどいけどね。この時間は正直。本当に。何があるんだろうね。いや、今朝5時だよ。朝5時にやってんだよ。言わなくていいんだよ、そんなから。頑張ってるとこ見せなくていいんだ、そんな。頑張ってるとこ見せよう。いや、いないから、そんな頑張ってるとこ。頑張ってるとこ見せる動画にしよう。頑張ってる見せるとか、撮る前のとか。あとはスパチャラってもらう生配信して。そんなんねえよ。お金くださいって1時間言う。あと TikTok であるけど、今1000円ちょうだいとか流行ってるやつね。ああすいません、1000円ちょうだいみたいなね。でも、今あの YouTube の話だから。うん、ごめんな。そうか、うん、やめろって思って、話題ずらすの。お前らだよ。やめろ、お前。お前らが真面目に話してるのにさ、そうやって話ずらしてさ、そんなやめろ。いちいち、お前らが真面目に話してるのにずらしてくんじゃん。
宮古島くんはさ、宮古島くんでいいんだよ毎回服見てもらえないよ、見てもらえてなんだよ毎回、そのおしゃれでしょ、柄シャツ確かにちょっとアロハっぽいというかね、宮古島っぽいけど潮風に打たれてるもんね、ちょっと薄くがね、いいんだよおしゃれだから。どこで買ってるの、もらいもんですか、ちょっとわかんないですよ。もらいもんで生きてる。わかんないですよ、もらってるかどっか服買ったことあんまないんで。いじる服ですか、大体毎回服いじってくるけど。ちなみに C のファッション企画とかやって。ああ、確かに。あ、それはでもまあまあいいんかもしれない。確かにそれ個人掘り下げていく系はいいかもしれないですね。15色ショッピングやって。メインは3色だろ。15色ショッピング。なんで5倍しちゃうんだよ。みんな買えるから。みんな買えるから。相性次第で。みんなが買って。あれ限定してるから面白いんだよ。あなたが買ったら何、色んなに15色なんて逆に言えないぐらい黄色の折り紙つけて嬉しいよね、喋るな確かに嬉しいよね、すごい喋る、もう寝てないからこその喋る、黄色の折り紙が音だけ出してる時だあとオーロラ色の折り紙つけて嬉しいよね、嬉しいよね、表面がそらそらしてる、違う違う、真剣に話してたからピンネタやってるから漫談やってるよ、嬉しいよね、漫談嬉しいよね、3連休嬉しいよね、嬉しいよね、嬉しいよね、どんどん後輩多くなってる、シリスボビな漫談順番入れ替えろ、絶対順番入れ替えろじゃないわ、なんで俺みたいなせめて俺にせめて俺に言えよ、そんなもん絶対マジだ、だからちょっとじゃあ最後、まあ、今後の動画みたいなのさ、みんなで発表してさ終わりしようよ、じゃあそのせめてね、一斉に一斉には他人だからできないそれは他人なんだもんじゃああれいや、それは他人だからできないよ、それうんちみつおさらみつおさらみまたまたじゃねえよ、すぐ発売すんじゃん2週にわたってカレンダー売るんだよ、クリカレンダー、すぐ売るじゃん、違うから毎日うんち、毎日トイレに飾りやすい、トイレに飾りやすいんだよ、それごとトイレットペーパーにできるようにしてますじゃないんだよ、お前そんな言ってるやん、勝手なこと言ってるか、お前勝手なことってそれ言ったらいいと思って言ってんだろ、こっちだって、なんだそれ、いやその紙だけにトイレに置いてうんちだからトイレットペーパーになってます、どうぞ買ってください、どうもうんちみつおですみたいなことかっていうツッコミじゃん長いよ長いよお前ツッコミが見失ったよ途中だからその動画ですよ、だから何の動画を撮っていこうかっていうところ、ちょっと疲れたな言うなそんなこと絶対疲れたよそりゃ、うん、疲れたけど言わないんだよ普通そんなことは、あれあれあれにしたらいいじゃん、うん、疲れたから帰ってみた何よそんな、なんでみんなでゾロゾロ帰って画面からフェードアウトって、帰ってみたどうか、帰ってみた、止める人いないからボタンを、国家帰ってみた、国家帰ってみたって帰ってる途中ふるさと帰る途中ドラえもん出すな、一応なんで全部違法違法にしていくんだよ、帰ってみた系 YouTuber それ帰り手帰り手歌歌ってるだけで、いろんな道帰ってカバーする、いろんな道をカバーする、道よって何、いろんな曲みたいに曲みたいに、いろんな道カバー帰ってみたって、でそのまま VTuber デビューして、うん、VTuber なんか VTuber で帰って、バーチャルで帰る、バーチャルじゃあ帰ってねえじゃねえかよ、バーチャルで帰ってんな、どっか帰ってどっか帰ってるじゃないよ、できないからそんなの、実際にホーム画面かなホームだけ、ね、もうとりあえずもうみんなで帰ってみたやろ、うん、やってどうすんのよそんなの、帰ってる、帰んなよマジでマジで帰んなって、それお疲れしたじゃないよ、ちょっと止まれよ、信じられない力だじゃない、ちょっと帰んなってマジであっちゃうバカバカ集まって